誰かいませんか？留守みたいだな。出直そう。おや、あなたは。え？ああ、村で噂になっている日本から来た方ですね。ええ。よかったらうちの店を見ていきませんか。はあ。うちは見ての通りの質屋ですが、買い取りの他に交換もしますよ。交換ですか？ええ、セット品を揃えて持ってきてもらえれば、うちの技所と交換できます。そうなんですか。ええ、お客さんは強そうだ。技所には興味あるでしょ？ええ、まあ。なら、ぜひ交換を。そこらの店で買うよりも断然お得ですからね。技所と交換か。セット品が揃ったらいつでもお持ちください。わかりました。いらっしゃいませ。どうぞ、何でもお売りください。高額買取しますよ。セットで揃っている品を交換することもできますよ。セットで揃っている品をお持ちでしたら、こちらと交換しますよ。ご満足いただけたようで。交換したいものがありましたら、またいつでもどうぞ。すいません。はい。あなたもしかして最近村に来たシェンファちゃんのお友達？ええ、まあ。やっぱり一目見てすぐ分かったわ。クールでちょっぴりワイルドな男の子。ほんと噂通りじゃないの。そうですか。それで名前は？葉月と言います。そうじゃなくて下の名前よ。りょうです。りょうくんね、覚えとくわ。ちょっといいですか？いいわよ。母さんに会いたいんです。ああ、留守だったのね。母さんはだいたい7時過ぎないと帰らないよ。そうですか。やってみるか。
よし、ハイスコアだ。もう一回やるか。また後にするか。すみません。石堀氏の加さんはいませんか？何の用かな。少し前にゴロツキがこの村を荒らしていったと聞いたのですが。ゴロツキ？はい、二人組で、一人は頭に蜘蛛の入れ墨が。その連中ならここにも来たよ。奴らは王今日はどこだと怒鳴りながら矢探しをして、この通りだよ。法王教？ゴロツキは確かに法王教と言ったんですか？ああ。石堀氏を探しているんです。他に誰か知りませんか？なぜ石堀氏を？ゴロツキたちはこの村の石堀氏を襲っているらしいんです。それなら西水という集落に遠心という若い者がいるが、まさか遠心までがあの連中に。西水の遠心さんですね。わかりました。ああ、暗くなってきたな。シェンファの家に帰るか。シェンファ。何、リョウ。石堀氏の加さんに会った。加さんもゴロツキに襲われたそうだ。え？でも加さんは無事だったよ。そう、よかった。でも家の中をめちゃめちゃに荒らされてた。どうして？奴らは法王教を狙ってたんだ。法王教をどうするの、リョウ。西水に遠心という石堀氏が住んでいるらしい。エンシンさん知ってるのか、シェンファ。エンシンさんは父の下で修行をしていた。この家にも何度か来たことがあるの。そうか、明日エンシンさんを訪ねてみよう。うん。ハッカソンは男の人は少ないんだな。え？おじいさんや小さい男の子はいるけど、大人の男をあんまり見かけない。それはみんな町へ出稼ぎに行っているから。出稼ぎ？そう、
今の季節になるとみんな家族を残して町へ行ってしまうの。そうか、大変なんだな。時々帰ってこない人もいる。え？町で暮らすうちに村に帰りたくなくなる人もいるって聞いた。そうなのか。リョウ、どうした？町ってそんなにいいところなの？まあ、八花村よりは便利なことも多いな。リョウもやっぱり町がいい？場所じゃない気がする。場所じゃない？俺は家族とか友達とか大事な人と一緒にいられるところがいい。大事な人と一緒。そうだ。